はい、皆さんこんにちは。炭酸美容家高橋ひろみです。今回は日焼け止めを塗っているのに日焼けしてしまう本当の理由をお伝えします。紫外線から肌を守るのがとても大事だというのはもう皆さんご理解くださっているかと思います。今もきっとね、この動画が出てる頃には梅雨明けてるかなというところで、本当連日夏の暑い日差しが強いかと思います。紫外線を感じますよね。曇りの日でも紫外線はあるので、毎日日焼け止め塗ってるよっていう方いらっしゃるかと思います。素晴らしいです、その心がけ。きっとこちらのチャンネルをご覧いただいているあなたは、少なくとも日差しが強い日は日焼け止め塗っていますよね。でもそれだけ気を使っているのに日焼けしちゃっているっていう人いませんか？あれ、日焼け止め塗っているのになんでかしら。それもしかしたら日焼け止めの塗り方、使用方法が間違っているかもしれません。なので今回の動画では3つほど日焼け止めを塗る際の注意点をお伝えしていきますね。このチャンネルでは40代以上の女性を対象に炭酸美容を中心とした美容情報をお届けしています。絶対に年齢を理由に美しくいることを諦めないでくださいね。そして最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録を今のうちにお願いします。では早速本題に入りたいと思います。日焼け止めの注意点1番目、日焼け止めの使用量を間違えている。基本的に塗る量が少ない人が多いんです。ベタベタするのが嫌だからとか、白くなるのが嫌だからって理由で塗る量がめちゃくちゃ少ないんですよね。SPF や PA などの紫外線カットの数値の効果を得るには絶対的に正しい量が必要です。使用説明書に記載があれば一度測ってみたりして指定された量を使ってください。おそらく大半の人がこんなに使わないとダメなの？って驚く量だと思います。もし量の記載がない場合は目安は 1g です。どんな日焼け止めも SPF とか PA の数値を日焼け止めに記載するには必ずその効果を確認する試験があるんですね。その試験結果をもとに SPF〇〇、 PA〇〇ってパッケージに書くんですが、 SPF と PA は日焼け止めを1平方センチメートルあたり2mg、 つまり 0.002g ずつ皮膚に塗った時の値です。これを顔全体に換算するとどうなるのかっていうと、まずちょっと平均的な顔の大きさって難しいんだけど、だいたい顔の縦の長さを20センチとしましょう。そして横の幅を14センチとしましょう。そうすると280平方センチメートルになります。これに 2mg をかけると 560mg、 つまり 0.56g と出るんですが、ちょっと待ってください。顔って平面ではなく凸凹がありますし、顎のラインとか、なんなら耳の後ろも塗ってほしいので、これだとね足りないんですね。なので一般的には平均的な顔のサイズで約 1g と言われています。ちなみに 1g ってどのくらいかっていうのを2種類のジェル状とリキッド状の日焼け止めでそれぞれ試してみました。こちらがジェル状の日焼け止めです。人差し指と中指に出して量を測ってみますと、これで 1.1g なので、この量を使ってほしいんですね。そしてこちらのリキッド状の日焼け止めですが、液状になっていて粘度が緩いんですが、同じように人差し指と中指に取り出して、その取り出した量を測ってみますと、この量で 0.59g なので、もう一回このくらいの量を取り出して塗らないと 1g にはならないわけです。つまり最低これだけの日焼け止めを使わなければ本来の紫外線カット効果は発揮されません。日焼け止めのタイプはいろいろあって、リキッド、乳液、クリーム、ジェル、スティック、スプレー、粉体、シート状など、それぞれのタイプで使い方が異なるので、しっかり裏のねラベルを確認して、それぞれ正しい使い方で正しい量を塗るようにしましょう。どのタイプの日焼け止めでも思っているよりも量が多いはずです。
また先ほど一般的には平均的な顔のサイズで 1g と言われていますとお伝えしましたが、顔の大きさはそれぞれなのと、首などにもね塗る場合は 1g 以上使う場合もありますので、自分の量を見極めて正しい量を塗るようにしましょう。日焼け止めの注意点2番目、塗り直しをしていない。朝メイクの時に日焼け止めを塗って終わり、そんな日焼け止めの塗り直しをしていない人はほぼほぼの確率で日焼けをします。なので日焼け止めは3時間おき程度に必ず塗り直しを行ってください。日焼け止めの効果は一日中続くものではないんです。なぜかというと、汗をかいたり皮脂が出たりと、お肌の状態って時間が経つと変わりますよね。メイクが崩れたりしますよね。だから汗を拭いたりとか皮脂を抑えたりすると日焼け止めって落ちてしまうんです。実は環境省でも日焼け止めに関してこんな説明がされているんですね。日焼け止めは皮膚の上にあって初めて効果を発揮します。一旦塗った日焼け止めもその後に手で触ったり、お洋服とかに触れたり、あるいは汗をかいてタオルやハンカチでねこう拭いたりすると落ちちゃうんですね。なので落ちたと思った時にすぐに重ね塗りするか、そうでなければ安全策をとって3時間くらいで塗り直しをするっていうのがいいのではないかなと思います。はい、そうなんです。日焼け止めは塗り直しをしましょうっていうことなんです。どんな日焼け止めもきちんと紫外線を防ぐ効果を期待できるのはやっぱり塗ってから3、4時間程度だと思うんです。それは思ってるよりも汗や皮脂が出ていて、いつの間にか擦っていたり触っていたりして日焼け止めが落ちているからなんですね。これメイクが崩れるのと一緒ですよね。塗ったままの状態が綺麗に一日中続くわけではないんです。私は若い頃これを知らずに朝しっかり日焼け止めを塗っているから OK だと思っていました。日焼け止めはとりあえず塗ったら OK、 とりあえず SPF 高いやつ、昔は SPF100 とかあった時代なので効果は一日中続くものだしなんて勝手に思い込んでいました。今思えばなぜ疑問を持たなかったのか。紫外線から肌を守り続けるためには日焼け止めを3、4時間ごとに塗り直すのが最良の方法です。時間がなくてなかなか塗り直しができないという方いらっしゃいますよね。そんな時でもここだけは塗り直してほしいと私が強く思っているポイントをご紹介しますね。お顔はさらされている面が大きいので紫外線を浴びやすいです。特に鼻とか額などは出っ張っているので日焼けもしやすいところですが、角質層に結構厚みがあったり皮脂が出やすい部分だったりして比較的肌は丈夫なんですね。でも同じお顔の中でもこの目の下は違います。目の下の三角ゾーンは乾燥しやすいことからも分かるように角質層に厚みがなくて薄いんですね。なので目元はシミとかシワができやすい部位だということ。紫外線にさらされやすくシミシワもできやすい。シミシワができたらなかなか消えない。それがこのね目の下、目元なんですね。なのでここだけは時間がなくても日中の塗り直しを行ってほしいです。ぜひ皆さんも心がけてみてくださいね。日焼け止めの注意点3番目は、晴れの日や夏しか日焼け止めを塗っていない。今夏なので当然日焼け止めを塗る方は多いです。でも夏以外もちゃんと塗っていますか？意外と夏以外はサボって塗っていないっていう人多いんではないでしょうか。紫外線は一年中降り注いています。曇りの日も涼しい日も日差しが気にならない秋冬もずっとです。だから夏だけとか晴れた日だけという日焼け止めの使い方をし続けていると確実に日焼けをします。
紫外線の降り注ぐ量は春ごろにピークを迎える。4月から5月でも7月から9月とほぼ同じ紫外線量です。12月から1月でもピーク月の約5分の1もの紫外線量があります。1年を通して紫外線量がゼロになることはほぼありません。多少の違いはあっても、晴れの日も曇りの日も暑い日も涼しい日もずっと紫外線は降り注ぐので、日焼け止めは必要だとわかります。ですから塗らない日があると当然日焼けをしてしまうわけです。ぜひ日焼け止めは夏だから塗る、太陽が出てるから塗るのではなく、年間を通して塗るようにしてくださいね。では最後まとめます。1つ目、日焼け止めの使用量をしっかり守ること。日焼け止めのタイプによって出す量はそれぞれです。でも必ず 1g を目安にしっかり使うようにしましょう。2番目、日焼け止めは塗り直しを忘れない。例えば朝日焼け止めを塗って会社に行って、お昼休みの後に必ず日焼け止めを塗り直す、夕方に一度日焼け止めを塗り直す、こんな感じのペースでルーチンにしてしまうのもいいかと思います。3番目、日焼け止めは365日欠かさない。日焼け止めをスキンケアの延長と考えてください。朝のお手入れの最後は日焼け止めと覚えておいてください。そうすれば毎日日焼け止めを塗るという習慣ができますので、朝のルーチンにしてしまいましょう。これで塗り忘れることがなくなります。そしてもう一つプラスで意識してほしいと思うのがビタミン C です。ビタミン C を飲む、ビタミン C 入りのコスメを塗るなども紫外線ケアにおすすめです。ぜひ取り入れてみてください。ということで、今回の動画はいかがでしたか？日焼け止めを塗っているのになんだか日焼けしてしまうっていう方は、今日お伝えした3つのポイントについて意識してやってみてください。そして今回の動画があなたのお肌のためになるなって思ったら、高評価ボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。こんな感じで私のチャンネルでは40代以上向けの美容をテーマに、様々な美容法やお役立ちアイテムをご紹介しています。ぜひチャンネル登録をしていただいて、過去の動画を見ていただいたり、最新の動画もチェックして、あなたの美容にお役立てください。LINE でもね、ぜひお友達になってください。手作り炭酸化粧品の作り方レシピをプレゼントしています。概要欄も合わせてぜひご覧くださいね。感想もね、とっても嬉しいので、コメント欄で教えてください。必ず目を通して返信をしています。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。